どうも、はい、朝ラーメンです。朝ラーメンいきやす。博多、いやエンジンつかねえしね誰もいねえし、いきやす。いやエンジンつかないっすよ。ちょっとアクセル踏みすぎましたかね。久しぶりのカップラーメン、うまい。久しぶりだなカップラーメン。縛れる。誰もいないですよ、誰も。今ね、6時4、50分。一人いた。サービスエリアでただ食うだけって面白いですね。なんかこれどっか見たことありますよね。ね。サービスエリアでただ食うだけ。カップラーメン編。しみる。朝6時50分にカップラーメン食います？なかなかないな。エンジン切らなきゃよかったな。まあでもガソリン入れると切りますからね。いやでも福岡でしょ。福岡どっか一泊したいね。一泊明日の夜つけばいいんですよ。
夜6時ぐらい多分。いただきました。このね、僕必ずこの車で移動するとき結構しんどいじゃないですか。こいつ白い粉、魔法の粉をサステナちゃん、これ免疫ミルクなんですけど、こういうね、弾丸の車ツアーの時は確実にいつも持ち歩いてます。こう免疫を高めてくれるみたいなんですよね。で最近これ全然飲んでなくてめちゃめちゃ溜まっちゃって、めちゃめちゃ溜まった。おお、マックス。カルシウム 320g あるのか、タンパク質 9.2。 高タンパク、高カルシウム、あ、高タンパクなんだこれ。これあのプロテイン代わりにもいいかもしんないな。これね、マジでいいんですよ、疲れが。あの、なんだろうな、湧き出てくる力が。これはマジで必須ですね。あの普通の別にそのなんだ、まあ僕パソコンしてるだけなんでそんな体力使わないじゃないですか。ただこういう超移動の時は、超移動の時はね、だいぶ神経使いますから。まあ車の運転って神経使うじゃないですか、めっちゃ体力使うんですよ。はあ、染み渡る、染み渡りますね、こいつが。あとこのサステナを飲むときはこの南アルプスの天然水と決めてます。なぜならばここがでかいんですよ、ここがでかいんで入れやすい。イロハスはちっちゃいんですよね、ここの入り口が。だから入れづらい。だから南アルプスの天然水とこのサステナいいです。はい、この YouTube の下に、この YouTube の下にサステナ貼っときますんで、はい、これね A8 で買えるんですけど、 A8? あ、ネット通販で買います。これはね、めちゃめちゃいいんで、
この YouTube の下に貼っときますよ。お試しセット1000円ぐらいであるんですよね。これって高タンパクだからあれですよね、プロテインにいいかな。あとね、タンパク質ってその髪の毛にもいいんですよね。タンパク、これタンパク質でできてるみたいですけど、はい、では考えます。